最終面接の時間。すいません、すいません、すいません。分かった。カバン忘れた。俺の就職活動、おしまいだ。我は深き絶望に導かれし神。我を導いたのはお前か。我の名は時を司る神、クロノス。時を戻したいか。はい。その願い、叶えてやろう。時間が戻っている。すみません、カバン。すみません、すみません。神様ありがとう。これが俺の就職活動。うまくいくやつじゃなかったのこれ。俺の就職活動、もうおしまいだ。我は深き絶望に導かれし神。我を導いたのはお前。あれ、さっきと同じ人？同じミス？ちょっとあんま頻繁に絶望しないで。我来なきゃいけないじゃん。お願いします。どうしても入りたい会社の最終面接があるんです。はい、次は決めてよ。カバン、キャリー置いて、すぐキャリー。もうちょっと前に戻せませんかね。もう手遅れなんですよ、このさっきの状態からじゃ。あ、それはできない。え、これより前ってなるともう2億年前からとかになっちゃう。どういうシステムなんですか、それは。戻せるタイミングがあるの。タイミング2億年おきにあって、それがたまたまさっきのタイミングだったの。そんな。あ、でも時間止めたりはできるよ。じゃあそれでお願いします。止まってる間に。本当だ、時間が止まってる。よかった、もう助かった。ああ、よかった。助かりました、ありがとうございました。ああ、もう全然、また何かあったら。またお願いします。これ、誰が取りに行くの。これ、僕だけ動けるようにとかならないんですか。あ、それはできない。じゃあ代わりに取ってきてください。あ、俺そういうんじゃないから、もっとこう概念的な存在だから。最終面接の時間に間に合わない。俺の就職活動、おしまいだ。まあさ、会社なんて星の数ほどあるんだから、別の会社受ければいいじゃん。あの会社じゃなきゃダメなんです。そんなにその会社に入りたいか。あの会社に僕の人生をかけてみたかった。おめでとう、最終面接は合格だ、坂崎正樹君。どうして？君の我が社に対する思いがよくわかったよ。我が社？騙してすまなかった。君の本当の思いを聞くために時を司る神、クロノスに扮していたのだよ。採用だ。我が社で共に働こう。社長！みたいな展開だったらよかったね。あー。